出かけん TV レディーゴー。ブーンハロー YouTube、 どうも出かけんです。イエ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 イパフパフパフイエ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 イ。ということで今日はポケモンクレーンを難易度マックスにして遊ぼう。はい、今日は山氏が来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。前にですね、動画でポケモンクレーンっていうのをやりまして、これ超面白かったね。これは面白かったね。そう、うん、これはね、あのポケモンクレーンで超簡単なモードにして、こちらですね、モンコレのフィギュアをたくさん撮ったんだよね、うん、なんですけど前回はやっぱ簡単すぎたなと思って。いや、それもうあれでしょ、デカキン店員さんが簡単にしたから簡単だけど。いや、まあぜひそのシーンはぜひあの前の動画をぜひ皆さん見てください、はい、今回は超難しい激ムズモードでやってみたいなと思います。まずはちょっと一回ポケモンクレーンっていうのはどういうものなのかと言いますと、バシャーン、これですね、本当にクレーンゲームなの。もうこの水色のアームでこうやって取っていくし、コインがついてんだよね。この黄色いコインを入れてゲームができるっていうやつなんですよね。だからちょっと試しに一回やってみようか。じゃあポケモンクレーン、はい、スタート。そしてこのコインをですね、ここに入れます。よいしょ、せーの、あ、来たね、このおなじみのこの曲、でででででで、いきます。はい、おい、はい、取れるのか。はい、これは取れるでしょう。おぶねおぶねおぶね、ギリギリだ、ギリギリじゃん。あぶな、取れないかと思ったわね。はい、ということでゲットしました。これ見れるかな、見て、バリアードのさ、最後もう出口付近でもこうバッてこう耐え忍んでる感じ。ということでこちらバリアードゲットしました。よっしゃー、はい、これがもう超絶簡単ですね。やっぱただですね、今回はですね、なんとモンコレの大きいフィギュアを買いました。ババーン、ミュウツー、でっか全然大きさ違うのよ。ポケモンの大きいフィギュアをもうたくさん買ったんですけども、その中で5段階の難易度をつけました。なのでそれをですね、今日は攻略するためにやっていこうと思います。もうだからこれ取るの難しそうじゃない？いや、むずいと思う。でもこれが一番あの初期のレベル1。これで 1？ そう、ミュウツーでまずレベル1。1から進まないんじゃない？いや、もうありえるよ。もちろん前回もそうでしたけども、デカキンの使えるコインはこちらの10コインで挑戦しようと思います。だからレベル何問までいけるかってことだよね。あ、でもミュウツーは取れると思ってる、うん、10回あれば取れるんじゃないかなと思ってる。いや、予想してください。皆さんも難易度どこまでいけるのか、はい、ぜひ予想してください。まずはレベル1からやっていきたいと思います。それでは難易度マックスランクレベル1のミュウツーです。でですね、このポケモンクレーンのミソなところは、あのね、高い位置でポケモンに当たっちゃうとアームが開かないんだよね。そうだね、うん、そう、ある程度下まで行かなきゃいけないって考えた時に、ミュウツーは尻尾が長いんですよ。だからまず後ろの方を持ち上げて、はい、これはもう僕が設定したんでもうあれですけど。そうか、頭じゃないんだ。そう、みんなは頭行きがちだけど、頭だともうアーム開かなくなっちゃうんで、すいません、これは、あ、でも最初横移動だから頭当たっちゃうな。で、後ろ、ここから後ろです、はい、あれ、ここで、尻尾を掴んで、はい、もうこれで取りますので。あ、でもこれ取れたか、はい、これは一撃、これ取れてるでしょ。これ取れてるね。これ以上入らないですから、だって長さ的に。なんでこれ取れました。オッケー、やったということで。簡単に取ったな。いや、そう、簡単に取ったよ、それも。違うんだよな、なんか思ってんの。いや、待って待って、まず、ちょっと喜び先にやらせろ、こっちの。何やってんだよ。こっちのクレームが先だよ。マジ、喜びが先ねんだよ。よっしゃー。はい、ということで、ミュウツーゲットしました。オッケー、うん、まずはもうレベル1クリアしたんで、すごいでしょ。すごかったな。え、最高な。最初からもう尻尾行こうって。いや、最初入れてから気づいたね。入れるまでは俺もう、どんな風になるのか分からなかったけど、入れるときに、あ、これも尻尾しかないなと思った。へぇー。ということで、ミニターンごめんね、今ね、クレーンゲーム中だから、ミュウツーの指の匂い嗅ぐのやめて。いい子いい子ね。またね。続いて、レベル2です。レベル2はですね、なんと、こちら、ダダーン、リザードン、巨大マックスです。これはどう出るんだろう。まあ、これはさっきと同様に、まあ、尻尾の方でいけそうなんですけど、ただ、重さが全然違うの。こっちの方が重い。早速、レベル2、挑戦したいと思います。では、いきます。はい。こちら、2コイン目です。よし、どうなるかな。ぶつかるんだよな、絶対、あのね、炎の翼みたいなとこにぶつかるね。変な風にならなければいいのを願いながら、
はい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 、よし、で後ろ行って、はい、さあ尻尾をつかめるか、掴んだ、おー重い重いぞ、頑張れ頑張れ頑張れ、いやこれは取れた判定でしょ。いやこれまだね、足が残ってるよ。足残ってるよじゃないだろ、もうこれ以上ないだろ。ほら相撲でもまださ、足残ってさ、血についてないから。確かに、うん、もうしょうがない、もうちょっとワンコイン減ることになるけど、挑戦やっとくしかないね。うん、小鼻なんでね。アーム動かすだけなんで、まあつま先だもんな、確かにな。はいはいはい、え、もう限界だろこれ。持ち上げて、落ちた。無理だわこれ、詰まってんだもん。いやこれ変わんないよこれずっと。いやでもダメだよこれ、まだ入ってないからねこれはまだダメ。まあ確かにこの下の穴のところには入ってないね。でしょ、つま先でうまいことになってるわ。だからこれダメ、もう一回やろうこれまあでもちょっとずらしてみるしかないね、方法はそれしかないね。オッケー、じゃあちょっとずらすか、こっちず、あ、いいかも。どうした、でこっちにこう動かせば、はい、でこの後足を持って、はい、取れた取れたこれは取れたね、これは取れたね、炎の部分入ってるもんね、入ってる入ってる入ってるよね、うん、オッケー、やったー、はい、やりました、これは取れたよね、取れた取れた。ちょっとヤマシのあの厳しい採点もありましたが、最後はもう確実に取れたっていうことで、はい、ということでこちらですね、レベル2のリザードン巨大マックスゲットしました。でよかった、どこも壊れなくてそこだけもそこも心配もあるから、はい、ということでレベル2クリアです。それでは早速、レベル3に挑戦したいと思います。レベル3は、ザシアンとザマゼンタです。まさかの2体 ?2 体です、もちろん。はい。だ最低でもどんなに簡単に取れても、2コインかかるし、プラス、あれだよね、その、重いんで。で、課金できたらね、一発で攻略したいなと思ってる。じゃあ行きます。これはね、奥のザマゼンタ取って、こう、ザシアンにぶつけて、両方取るという、方法でいきたいと思います。本当に1回で取ろうとしてんだ。いや、そうそう、もちろんもちろん。まずはここ持てないとダメ。はい、持った。で、まずここ落とす。落として。落とす、頑張れ頑張れ頑張れ、よしよしよし、うわーうわー、いけそうだったのにね。惜しかったよね。ただ、このレベル3はですね、絶対初期位置に戻さなきゃいけないというスタイルでやってます。そんなのがあるんだ。はい。いきます。はい。いけ。はい、頭の方を掴んで、お尻をぶつけながらね、行こう、よし行こう、まずそこ落として、はいはい、もう頑張れ、 OK OK、 よく見て、足落ちてるからね、落ちてる落ちてるよね、枠の下に落ちてるよね、この青の板よりも下に足若干あるよね、いってるいってる、っていうことは山下、これはこれ取れた、 OK、取れた、ってということでレベル3、ザシアンとザマゼンタゲットしました。いやこれはもう最高だね、気持ちいいもん。ソードシールド僕やってたんで、やっぱこれは最高ですね。しかもね、足がちょっと動くようになってんの、ほら、あ、本当だね、これちょっとかっこいい、いいよねこうやってね、うん、ということでレベル3クリアー。あと3コインしかありません、3コインだけ。え、であとレベル4とレベル5、そう、最上難易度のレベル5もまだ待ってるんで、そこちょっとクリアできるように頑張りたいと思います。じゃあ早速、残り3コインで心もとないですがレベル4に挑戦したいと思います。レベル4はピカチュウの巨大マックスです。これ難しいぞ。これはね、正直僕も攻略法わかんない、尻尾の部分が後ろに出てるわけでもないですし、もうね結構難易度が高いのよ。ちょっと見ますか、回しますか、ちょっとほら尻尾の部分がね全然あるわけじゃないし、何よりもこの頭の輪っかの部分がねどうなるかわかんないからね。さあ早速レベル4挑戦したいと思います。もうこれはね、1回のワンコイン目は捨てるしかないと思ってるんで、もうとにかく倒す、1回倒します。終わったかもしれん、終わった。でもこれ倒れてくれれば、倒れろ、やばい、これはやばい、これは無理だな、これは無理に近いな。いやいやでもいける、入れて、ね、はい次で取るしかないね。もうあと残り2コインで、今2コイン目入れちゃったんで、輪っかの片側に入れて倒します。こっち側に、こっち側に倒す、いきます、
開いて開いてお願い、開かない、うわー開かない、うわー、このいやもうね俺サスケだと思ってるわ今サスケぐらいの難しさあるよこれ。ラストワンコインです。レベル5いけないですが、ちょ4をクリアしたい。ここギリギリ開いて、開いてよ、あ、ちゃう、うわーそうだったか、うわーここで終わりということで、デカキン攻略ならずレベル3で終わりましたね。レベル4止まり、ね、いやこっからはじゃあすいません、攻略動画だと思ってみてください。あ、じゃあこっからはあれにしますね、メダルなしでいこう、フリーモードでいきます。フリーモードからやるとしたら、もう分かってるのがここをぶつけることによって倒すしかない。ここで、あ、そうこれがやりたかったの。そうでも最初うまくいかなくて、うん、重いねこっから、これは攻略厳しいんじゃないか、マジで。体持ってみようか、もうほぼ持てないし、あー、ほんとだ、動きもしないんだね。これはちょっと難易度エグすぎたかもね。これ5だったんじゃないの、まだ5見てないけどさ。いやいや、これは4間違いなく。これ4なのってなると、これで4で言い張るじゃん。うん、5はもうね、この中にデカキンが入るしかも考えられないよ。まあ、ある意味デカキンが入ってるっていう人もいるかもしれない、もしかしたら。それぐらいの難易度。5見たいでしょ、みんなさんも。いや、見たいね。だからちょっと、これは、一旦先にレベル5やってみる、じゃあ。そうだね、うん。レベル5は、カビゴンです。カビゴンが来たか。でもこっちの方がだってちっちゃいしさ。いや、ヤマシ、何も分かってないと思うんですけど、実はこのカビゴンめちゃめちゃ重いです。なんか小学生とか中学生に分かりやすく言うと、文鎮5本分ぐらい。いや、めっちゃ重いよ文鎮5本は重いだ、さっきのピカチュウより重い。じゃあこれもすいません、ちょっとやってみましょうか、せっかくなんで、はい、いきますよ。これね、取れないと思うよさすがに。ただまあ俺も頑張って取ろうとはするけどね。これもう重いから何にもなんないね。すごいでしょ。ああ、もう一回いくよ、うん、これで攻略をね、手をぶち当てれば、手だけはそんなに重くないんで、これはねですね、はい、もう一回いきますよ。頭ギリギリ狙ってください。倒せば勝ちなんで。あ、ギリギリか。はい、レベル5です反対側の手はどう。反対の手に引っ掛ける、あ、いいかもしれない。よし、反対の手ね。あ、いいねいいねいいねから、おお倒したけど、うわー山下やっちゃった。枠の形あるじゃん、それと手とお腹の形がすっぽりはまっちゃった。すっぽりはまっちゃってると思う。いた、いた、うん、いやーすごい、さっきよく倒れたっていうぐらい。確かに、きた、あ、うわ、いるエルだよ、むずいな、最高難易度これは。え、逆にちょっとピカチュウ巨大マックスちょっとやってみようか、レベル4いきますよ。はい、まずはこれで倒す、ここで倒す、倒お、倒れない、回っちゃった。じゃあ こっち側に倒す。おお、オッケー、オッケー、挟んだ、アームに挟まった。レベル4が、レベル4が陥落する、レベル4が陥落するぞ。まだですねまあでも任せてください、これやり方分かってるんで。あ、そういうこと。はい、これどうだあー、ほんとだ、なので、あのね、ちょっとカメラを位置を変えるよ。うん、青の板より下には行ってません。ギリギリね、行ってないね、これね。じゃあまだこれ取れた判定じゃ、これまだ取れてません。これ取れてない。はい、さすが難易度4。じゃあ分かりました、もう、はい、もうすぐなんで、行くよ。いいよ、もう絶対取るから。さあ決まってくれ、さあ落ちろ、陥落しろ。まだしない、まだ何も変わってないんじゃない。ここでどうなるか。まだですじゃあしょうがない、もう無理にでも陥落させる。オッケー、これは陥落、これはもう完全にいったね。ということで攻略、これやった、うわー来た。確かにレベル4だったわ。レベル4って言うのやめろ、かっこ悪いからレベル4って言えよこっちずっとレベル4でやってんだよ、レベル4ってダサい方やめろお前。はい、ということでピカチュウの巨大マックスゲットしました。オッケー、やったちょっとね、まあもちろん無理なのは分かってんだけど、やっぱでも今みたいな奇跡が起こる可能性もあるから、うん、レベル5攻略に挑戦したいと思います。
じゃあいきます。はい、5回挑戦します。1回目、普通にやっても取れないって分かってるから、まずはちょっとでも体型変える。変わらん。2回目いきます。もうね、絶対こっち側の手取っちゃうと後ろ倒れるんですよ。重くてもう後ろの方が重いの。背中に脂肪がついてるの、カビゴン。すごいな、このフィギュアに関してはね。だけど L になんなければ希望あるんで。来た、 L じゃない方向で L。 あ、でもちょっと離れた L だからまだ可能性あるかもしれない。ちょっと離そう、ゴールから。さあ、来た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 、え、来た来たぞ来たぞ、やばしいやばしいやばしい、来たぞやばしい、来たということで、カピゴンゲットしました。奇跡起きてよ、奇跡起きた。だからちょっとでもあっち側にずらそうかなと思ったのが、両足に引っかかって両足持ち上げてくれてドンっていう。奇跡は起きる、起きるんだ。ということで、まあ10回以内にはできなかったんですけども、一応攻略動画としてはレベル5クリアー。なんだろう、自分で考えて自分でやってるのに面白いね。うん、見てても面白かったわ。見てても面白かった。絶対無理と思ってたからね。でもそうだよね、この重さね。無理無理無理って思うんだけど、だって持ってみな、カビゴン、ピカチュウと一緒に。そんなに変わんなくない重さ。あれだよ、変わるだろ。え、ちょ、グラム測ってみる、せっかくならキッチンのやつで。そうだね、全然違うはずだよ。だってまあもちろん密度の問題もあるかもしれないけど、いやだからどっちからやる、どっちから。軽いと思ってるピカチュウからやろうか。じゃあピカチュウどれぐらいか。75g、 75g でしょ、ね、うん、はい。そしてカビゴンいくよ。あ、93g、 ほら、本当だ、全然重さ違うのよ。18違うんだ。18とかそれぐらいかな。結構重かったんだね。じゃあ重いよ全然。で、他に重いって思ったのどれだ。リザードも重いような気すんの。リザード 106 リザード一番重いわ、 106g。 ただなんかいろいろついてる分取りやすそうって思ったよね。確かにね、うん、はい。ということで、いかがだったでしょうか。本当になんかクレーンゲームのサスケに挑戦してるような、あーそうだね、気持ちになって、うん、なんか熱い気持ちとなんか楽しい気持ちでいっぱいになりましたね。うち、ん、に来た人にみんなに挑戦させてあげたいね。クレーンゲーム好きな友達結構いるんで、みんなにちょっと挑戦してもらいたいなと思いました。ということで、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バーイ。